卒業式でハグし合う学生たち大会で勝利した後、友人と会い、歓喜は余りつつハグし合う、アイスホッケーの選手。リュージュの大会で検討し、好成績を収め、ハグし合う選手たち兵士として、異国で長期間拘束された状態から、ようやく解放された息子とハグし合う母親。2017年イランイラク地震で被災し、 辛い経験をした人々が互いにハグする、様子ハグ、または抱擁とは、腕で抱きしめること。幼児語では、牛とも。ハグは、非言語コミュニケーションの一種である。ハグは、典型的には、愛情の表現意として行われる。また、親密さ、友情などを表し、伝える手段である。ハグの相手に、支え、安楽、慰めなどをもたらす。 喜びで心が温まって、ハグをする場合も、辛い悲しみに打ちひしがれて、ハグをする場合もある。またスポーツチームが大会に勝利したとき、選手や監督が互いに気持ちを表現するためにも、用いられる。多くの場合、ハグは愛情を示す身振り、動作として、最も一般的なものの一つである。しばしば愛情を込めた視線を交わしては行ったり、 あるいは方にキスをしながら行ったり、あるいは唇はつけず方のそばで、擬似的にキスのような音をさせつつ、行われる。挨拶として、ハグを行う場合、典型的には、互いにハグし合う形で行う。互いに、自分の頭部を左に傾けて、自分の頭部の右側に、相手の頭部が来るようにするスタイルと、互いに、自分の頭部を右に傾けて、 自分頭部の左側に相手の頭部が来るようにするスタイルがある。挨拶の場合、右側だけあるいは左側だけ抱きしめるスタイルもある。また、左右を変えつつにから3回抱きしめるスタイルもある。互いに頭部を左に傾け相手を右側にするか、互いに頭部を右に傾け相手を左側にするか、国や地域や特定集団ごとに傾向が異なる。 実は、広く、ハグが行われているヨーロッパや米国でも、頭部を右側に傾けたがる人と左側に傾けたがる人が互いにハグをすることは時々起き、戸惑いを感じて、ハグするとき、本当は、頭を右に傾けた方がいいの左に傾けた方がいいの自分の癖は正しいの間違っているのなどと感じている人は、た々たいる。 英語圏の科学誌であるネイチャーに2003年に掲載された研究によると64.5%の人々が頭部を左側に傾けたとされた。おまけにアラビア語圏やヘブライ語を話す人の集団ではむしろ自分の頭部を右側に傾け相手の頭部を左側にする人の割合の方が大きい。また国、宗教、文化、あるいは個人的思想によって どの程度の親しさの人間関係からハグを行うと判断するか違いがある。アメリカ人はほどほどの親しさあるいはそれ以上に親しさを感じているのだったら大抵の場所、状況で気楽にハグをする。イギリス人もそうである。フランス人もそうである。日本人同士はアメリカ人などと異なって、 初対面の人とハグすることは珍しく、友人でもハグすることは珍しく、夫婦、カップルなどごく親密な間柄だけである。おまけに、日本人は他人の目を極端に気にしすぎたり、自分のポジティブな愛情や、確固たるポリシーや哲学ではなく他人の感情の影響を受けてしまったり、他人のネガティブ感情を自分の行動基準にしてしまう傾向があるので、 ハグをするとしても他人の目を避けてあまり注目のない状況でのみ行う人が多い。日本人でも米国やヨーロッパでの滞在や生活を経験した人は抵抗感がなくなり自然に頻繁に行うようになる傾向がある。近年では海外生活の経験のある日本人が増えているのでハグを気軽にする日本人も徐々に増えてきている。 文化検討にもよるが、男性は、異性や恋愛対象とのハグを恥ずかしがる傾向があり、女性は、ハグには、異性や恋愛対象との性的な意味合いが何がしか、入っている場合があると解釈する傾向がある。男性同士でハグする場合や、女性同士でハグする場合は、性的意味があるとの誤解は与えにくいので、安心して、しっかりと抱きしめ合って、友情などを確認し合う。 ということが行われている。ヨーロッパや米国において、ただの友人、知人関係の異性同士でハグする場合は、ハグに性的な意味があると誤解されないように、互いに頭部だけを、なるべく前方に突き出して頭部あたりだけが接触するように、が、男性の胸に押し付けられて、男性にそれを意識させてしまって、性的な意味合いが互いに増したりしないように腰あたりは、 数十センチメートル以上離して決して接触しないように日本語で腰が引けたと表現するような状態でハグをするということが広く行われている。米国のようにセクシャルハラスメントに特に敏感になった文化ではほぼ初対面の関係や仕事関係に留まる異性に対して突然その人の許可なくハグした場合一種のセクハラ行為として扱われたり 時間的な行為として扱われる場合がある。ハグされたことを上司や権力者を攻撃するための格好の材料や金銭を手っ取り早く手に入れる方法として利用するという傾向が21世紀以降生まれてきた。そうした受け取られ方をする危険を避ける場合は、ハグすることは避けて握手をするということが広く行われている。2010年代以降になると、 米国では、性的や異なる陣営の政治家を蹴落とすために、数十年前のハグまでセクハラだったとして告発させる、ということが行われているので、米国の政治家は、特に最近は、念のためハグをすることは避け、無難な握手の方を選ぶ傾向が増している。妊娠している妻を背中側からハグする夫。動物では、ゴリラやチンパンジーなどが、 かなり頻繁にハグをすることがよく知られている。ありがとうございます。